でだ。まあ、ちょっとした重大発表じゃするか。ですね。まあ、そんな貯めるようなことでもないので、じゃあ言います。重大発表。なんと、サブチャンネルのメンバーシップ開設の準備ができました。特典。メンバーシップの特典。まず1。名前の横にバッジがつく。2。絵文字が使える。以上です。多分 はい。特に別にメンバー限定配信とかもしないし、なんだろう、入ったから特別何かあるわけじゃないですっていうのをまず言っておきます。入ってんのになんかしないじゃんみたいなのじゃないです。うちのメンバーシップは。結構さ、人の、よそ様のさ、メンバーシップ配信ではさ、ちゃんとこう入ってる人のために考えていろいろやったりするけど、俺はそういうのはしないです。なんか入ってないと見れないみたいなものを作りたくなくて、あとは、なんか入ってるから偉くもない。え、入ってないの？みたいな。え、入ってるから自分の方が偉いみたいな。ファン的に上とか下とかそういうのもないです。そういうのも、なんか極力優劣上下を作りたくないから、そういうのもないです。本当に。ただ、本当にそのスタンプとバッジがつく。ただそれだけで、もう本当にそう自己満みたいな感じで、それでもうただ入りたい人だけが入ってくださいっていうだけのものです。なので、まあそれを理解した上で、まあ入りたいもの好きの人だけが入ってくれたらなと思っていますので、まあ今言ったことはちょっとなるべく忘れず、なるべくっていうか まあちょっと証拠としてね、残しておこうかなと、思っているんで、まあそれでも入りたい人だけが入ってください。まあ、いつかね。いつかもしかしたらなんかするかもしんないけど、多分しないっすね。いつかっていうのはもう本当に何年か先とかの話だと思うし。まあでも、まあ基本俺は金かむくまぐま、赴くままに生きてるんで、まあいつかなんかするかもしんないけど、まあその時はその時という感じで。じゃあ、有効にするボタンを押します。行くで。チャンネルメンバーシップの有効化。このチャンネルに新しいメンバーを歓迎する準備ができました。有効にする。おー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  すごい、もうみんなコメント、真緑だな。なんか、すごいね。さっきも言ったけど、でも本当に入ってるから、入ってない人にマウント取ったりするのやめろよ いや、入ってくれる人にそんなこと言うの マジで申し訳ないけどさ、なんかそういうのありそうなのがすごく嫌でさ。お、ルンバが喋ってる。ほら、ルンバも言ってる。ルンバも喧嘩するなよって。いや、まあでも入っていただけるのは嬉しいです。ありがとうございます。こういうのをやったことなかったな、俺。なんか、古くはニコニコ生放送のさ、何？あったじゃん、ニコニコの頃から、そういうの。オープンレックとかでもね、あったし、コミュ限じゃなくて、何？チャンネル、そう、ニコニコチャンネル、そう、有料チャンネルみたいなやつとかね。でもやったことなかったな。やったことなかったのも理由があってさ、なんか、チャンネル限定でなんかしなきゃいけない流れがあったじゃないですか。チャンネル登録してる人用の動画上げたりとか配信しなきゃいけなかったりとかがさ、あったじゃないですか。それが嫌でやってなかったんだけど、
まあ、メンバーシップも、でもなんかメンバーシップは、なんか、まあ、さっきも言ったけど、なんか別にメンバーシップ登録してる人のために、まあ、動画とか上げてる人もいんのかな、いるのかもしんないけど、まあ、なんかその傾向がそこまでないのかなっていうのと、まあ、あとは別に最初にちゃんとメンバーシップ限定配信はしないよっていうことを言っておいたら、大丈夫かなみたいなのがあって。なんかさ、それだったらさ、入りやすいし抜けやすいじゃん。別に抜けたところでさ、配信見れなくなるわけじゃないからさ。入りたい時に入って出たい時に出られたらいいかなって。うん。じゃあちょっとコメント拾って気が済んだら今日は終わっとこうかな。なんかここで俺がバッチつけてる人のコメントを無意識に多く読んだだけでも文句言われそうだから。ついてる人のコメントは読まないようにしよう。気をつけよう。いや、嘘嘘嘘。嘘だよ、嘘。面白いものを読む。面白いもの。